さあ両選手が分かれました。注目の第1ラウンドの開始です。ノンタイトルの12回戦、白いトランクス坂本博之1メートル70センチ、黒いトランクス1メートル72センチ、桑田博美。先ほどは桑田の作戦をご紹介いたしましたが、一方の坂本博之の今日の作戦です。相手はきっと自分がガンガン出ていくと思っているでしょう。まさに桑田はそう思っていたんですが、しかし坂本は前半はボクシングをしたい、相手の動きを読んでボクシングをしたいということを言っております。お互いに左のリードパンチ、これが勝負の分かれ目になるかもしれません。この左です。桑田博夢、今度は右でいきなりいきました。桑田相手のパンチを外します。坂本博之、早くも坂本の右の目の下のあたりがちょっと赤くなりました。桑田の左が当たっています。ファイティング原田さん、はい、今私がご紹介したように、はい、やはり坂本もですね、はい、むやみやたらに立ち上がりからガンガン行くという作戦は取らないというふうに言っておりますのでね、はい、第1ラウンドご覧のようにちょっと静かな立ち上がりですね、そうですね、僕は桑田君としてはこの自分 の, あ の, このですね、はい、勇気があったらジャブをね、受けるじゃなくて自分から打っていいですね。ああそうですか、はいはい、さあ坂本がその言葉とは裏腹に積極的に接近戦を挑んでまいりました。思い切って左を伸ばしました。浜田秀司さん、はい、坂本は左のボディーブローをうまく当てましたね。やっぱりリラックスしていこうと思っても、やっぱり普段の左ボクシング、はい、そうボクシングですからね、得意な左フックですね、やっぱり出てきますよね、はい、これがやっぱ試合の勘というものなんですね、はい、さあ坂本が左のフックをボディそして顔面に埋まっております。対しまして桑田は冷静に左のジャブをついてきます。そうですね、桑田も動きが悪くないですよ。悪くないですか、はい、はい、さあ坂本は自分が願うような左から右のワンツーフィニッシュを決めることができるんでしょうか、それとも桑田が距離を取って相手の出鼻をくじきますか。さあ左、左から右、やはり坂本は持ち前のこの接近戦です。このラウンドから動き出そうですね、はい、距離を取ると坂本も左のリードパンチを伸ばしてまいります。今日が16戦目の坂本、勝又会長はまだまだ世界を狙うには早すぎる、最低でも20戦のキャリアは必要でしょうと言っております。この後10月1日にはフィリピンのライト級の1位の選手との試合を組んでいます、さあ決まった、これは効いた、これは効いた、一気にいきます。坂本第4ラウンド終了です。このラウンドも10対9、坂本が取りました。現在まだ5ラウンド、ボディはいいですよ、桑田君のボディはね、はい、カウンター、うーん、これもカウンター、効いた、動きが止まった、ちょっときましたよ、今のは狙っていた右のカウンターブロ ー, ちょっと、さあ一気にいくか、体を預ける坂本、この当たりはうまいですね、ボディブロー、慎重に慎重にしてますからね、はい、さあこのラウンドは10対10か10対9、ファイティング原さんは桑田の10対9です。今日の試合は終盤にドラマがあります。第5ラウンドのゴング寸前でした、これがニアカウンターになっています、ね、はい、ちょっと桑田もボディを打ちます。疲れてきましたね坂本、はい、体が流れるようになったんですね、うん、それとね、前に入ってくると打たれるのは結構効くんですよね、きますね、はい、はい、桑田君だけ探すのはですね、はい、伸びきってるパンチだからね、逆に切れないんですよ、そのあたりのダメージ蓄積、放送先の見方は一致しています。あっと、ここは左、効いた、これは効いた、これは効いた、足が浮きました。さあここはチャンスだ、坂本チャンスですね、坂本にまとめて打つパワーが残っているか、どうでしょう、チャンスですけどね、体を預けます、坂本から体を預けてしまいます。一発いいのが入りました、バランスを崩しました、桑田、桑田アッパー、右アッパーです、ボディーブロー、あーっと左、あーこれ引いた、坂本の左から右、しかし坂本の右の目の下が切りました、右の目の下を切っています。第9ラウンド残り15秒を切ります。
桑田も終盤勝負と言っておりましたが、こういう風に打たれていては決定的なポイントを取ることができません。左のフック当たりました。ショートレンジの左のフック桑田打たれた。残るラウンドは3つ。第8ラウンド、第9ラウンドとポイントを取りました。さあ、中村会長のリングを出るのがちょっと遅れましたが、心配なんでしょうか。坂本が一気にいきます。ここは勝負をかけます。坂本、第10ラウンドに入りまして一気に勝負をかけました。坂本、防戦に追われる。追い込まれた。まだ防戦に追い込まれた。さあ、ここは必死になるのか。体を入れ替えます。ダウンは取りません。レフェリーの浦田にまだダウンを取りません。防戦一本、またあった。割って入った。試合を止めた。 KO 勝ち。 KO 勝ち。第10ラウンド、レフェリーがストップ。テクニカルナックアウト勝ち。桑田打たれました。坂本博之 KO 勝ち。